知ってるだけじゃダメなんで、それをどうやって知恵にするか。いくら知識があったって、適材適所どうやってそれを使い分けるのってことができなかったら、知恵にならないんだよ。手足上がりだとして、うん、前に岩田さんに教わったのは、基本は地球に対して重力です。そうそう、そうそうそう。でもそれも状況によったり。そうだね。あくまでも地球に対して垂直に立ってるから、そこそこのパフォーマンスができる。じゃあそこの形で、偉大なものはじゃあちょっと変化しなきゃいけない。で、変化した以上は、体のバランスが保てないよね。そういうとこって。右に落っこっちゃうんだから。はい、そうすると、その範囲で、打つしかないよねっていう。に置き換えなきゃいけないのにさ、それはそうやったら、だってうまくいくって言われましたって。ああ、はい。あ、でも、その、変化つけなきゃいけないってことは、おかげさまでだいぶ。うん、分かったよね。